近藤信武9月25日から1953年2月19日は日本の海軍軍人。最終階級は海軍大将。1886年9月25日、大阪府で近藤健造の次男として生まれる。天皇寺中学を経て開閉35期。入学時の席地は114番、2年時は6番、3、4年時は主席。同期に、 高須志郎、野村直國らがいる。1907年11月20日、35期を主席で、卒業、商位候補生となる。1908年12月25日、海軍少尉に任官。1923年12月1日、海軍中佐に昇進。1924年2月5日、東宮武官に任命され、翌日には、摂政将宮、皇太子と、 皇太子妃に越見する。自重部官として皇太子や西恩寺八郎とゴルフをすることもあった。1926年12月1日、第一艦隊参謀県無連合艦隊参謀に捕食される。1927年8月下旬、連合艦隊は島根県美保の関町沖合で第一艦隊と第二艦隊の夜間演習を行う。この時、 1> 第1水雷戦隊所属の第27駆逐隊を第2水雷戦隊に臨時編入し第5戦隊と共に運用することになった。第1水雷戦隊主席参謀小沢寺三郎中佐は連合艦隊主席参謀だった近藤を訪問。指揮系統の違う部隊を事前訓練なしに実戦方式の夜間訓練に投入する危険性を訴えたが近藤は 高橋三吉三坊長に話してくれと答えた。高橋は小沢の震源を却下。8月24日、夜間、慶巡、神数は、駆逐艦、わらびに衝突して、わらびは沈没して、神数は、大破、慶巡、中は、駆逐艦、足に衝突して、両艦とも、大破、各艦合計110名の死者と後日に、 水木刑事人通官庁が自決するという大惨事となった。これ以降、小沢は近藤に不信感を抱いたとする意見もある。加藤長官は、近藤のことを自重部官から来たので艦隊の実際のことはよくわからない人と評した。連合艦隊参謀だった小島秀夫によれば、高橋三吉参謀長が連合艦隊を引きずり回しており、 近藤は真面目でどちらかというと大人しかったという。1927年12月1日、海軍大佐に昇進し、海軍大学校教官に任命。生徒の横山一郎少佐から、日本海軍の主力艦重視、小艦艇軽視の姿勢について質問されたとき、大艦を作ってその用法を修練しておけば、小艦艇はいつでも作れるしその用法は簡単で、あるから、 現在の日本海軍の方針は、誤りがないと返答した。当時海軍内学生だった、眉積春夫によれば、頭上演習で、審判役の学生が戦況を把握するために移動を、繰り返していたため、近藤は、当艦は腰掛けて動いちゃいかんと言ったが、展覧試合ならともかく普通の演習でこんなことを言う、戦術教官はダメだと思ったという。野本ためきも、 近藤教官に戦術を教わったが、大学校の戦術ってこんなものかと大いに不満を感じたという。1935年12月2日、軍令部第一部長に任命。松田千明によれば、下のものは非常にやりやすかったという。真湯澄春夫によれば、予算に関し、真湯澄が軍務局長、豊田添江に報告に行った後にさらに近藤が来て、 トヨに30分ほど説明したが、トヨは、貴様、若い者の言う通りのままで、目倉番を押して持ってきてはダメだと近藤を叱責し、近藤は、はいと言って帰って行ったこともあったという。海軍次官、山本56は、新聞記者に、あの人は正直者だよ。君たちが会うのには適当だろうと語り、近藤に取材することを勧めている。 記者二人が自宅を訪ねると大喜びで迎え入れて、語り、杉本朝日新聞記者は、山本の評判通り、余計なことは喋らず話に駆け引きがなく、正直に言ってくれる人と評した。1937年12月1日、中将に昇進。1938年12月15日、第五艦隊司令長官に就任。日中戦争では、海軍陸戦隊と、 中母、赤荷らを率いて、海南島を占領した。1939年10月21日、軍令部次長に就任。1940年9月、日独遺三国同盟を締結する価値について、審議された際、近藤からは、対米海戦準備は1941年4月に、完成すること、短期戦なら正機があるが、長期戦だと困難であること、 米国の県間が進捗して、日米海軍の比率が、ますます大きくなり日本は追いつけなくなり、戦争が回避できない場合は、今が一番有利であることが述べられた。部員だった中島近隆によれば、近藤は、新独派として知られ、伏見軍令部総長軍の下では、部内で、日独位三国同盟締結を解き、軍令部次長から転出するまで、日米関係を担当し、 ここでも、その後の日独関係の影響から、日米関係について、部内で強く発言し、部内では、戦争をやるのは、やむを得ないと語っており、会議後に、長野軍令部総長が、近藤君も、ずも、随分強いことを言っていたなという意味慎重な、やりとりをしていた場面を聞いたという、第一弾作戦がダルカナル島に赴く近藤の、部隊。手前から、 霧島。すでに、冷えを失っており、この夜、霧島を失う。1941年9月1日、第2艦隊司令長官に就任。第2艦隊は、従順洋艦と、混合型戦艦を主力とした。軍令部総長、長野との性格不一致から長野が近藤を、第2艦隊に転出させ、代わりに、山本56に近い伊藤誠一と、 福留茂を引き抜いたとする指摘もある。1941年12月、太平洋戦争が勃発。近藤は連合艦隊内では、連合艦隊司令長官の山本五十六、海軍大将に次ぐ、自席指揮官であり、南方部隊の総指揮官であった。南方作戦は、開戦前の頭上演習で、人、乱印方面の作戦を第二艦隊司令長官。 近藤中将、マレー方面は、南塚艦隊司令長官、平田昇中将が指揮した際、作戦中しばしば両者が作戦協定を行うなど不便があったため、南方作戦を一式系統とすべきであるとの意見が出たが、近藤より、専人の平田中将は南塚艦隊司令長官であり、南方作戦の最高指揮官となるには不都合な点が多かった。後に、 近藤より、公認の小沢寺三郎中将が平田と交代したため、近藤中将が南方作戦全部隊を指揮する指揮系統に改められた。指揮下には、第二艦隊の他に、南図解艦隊司令長官、小沢寺三郎中将のマレー部隊、塚原243の基地航空隊などがあり、マレー沖海戦やシンガポールの戦いなどに勝利した。 指揮下の小沢は近藤に挨拶する立場だったが、近藤を嫌う小沢は、第二艦隊司令部に顔を出すと、無言で南遣い艦隊司令部に帰った。第二弾作戦1942年6月、未作戦に参加。第二艦隊を主力とする、ミッドウェイ島攻略部隊を担当した。戦艦、ヤマトでのミッドウェイ作戦事前通上演習で、近藤は、 米空母がほぼ無傷な状態であり、ミッドウェイ基地にも敵戦力があるため、未作戦を中止し、米合遮断作戦に集中すべきと主張したが、連合艦隊長官、山本は、奇襲が成功すれば負けないと答えた。また、近藤は、ミッドウェイ島を占領しても補給が続かないことを指摘したが、連合艦隊参謀長うがきまといは、不可能なら、守備隊は、 施設を破壊して撤退すると答えた。未作戦は、ミッドウェー海戦での敗退で中止され、攻略作戦は実施されなかったため、近藤の第二艦隊が米軍と直接、交戦することはなかった。1942年8月、第二次ソロモン海戦に参加。10月、南太平洋海戦に参加。これらソロモン方面の作戦では、名雲忠和率いる、 空母機動部隊の前衛として展開した第二艦隊を指揮した。当時近藤は、機動部隊指揮官、ナグ忠和中将より、先人順位が上であったため、主力部隊を率いるナグと、その支援部隊を率いる上級者の近藤との間には、複雑なものがあったが、近藤は、ナグの行動に一切成虫を加えることなく、あたかもナグの指揮下にあるかのように行動しており、戦後、 第3艦隊参謀長だった草加龍之介は、近藤の寛容に感謝の念を表明している。1942年11月、第3次ソロモン海戦に参加。野戦で、米軍駆逐艦を3隻撃沈。近藤側は、戦艦霧島と駆逐艦綾波を喪失した。自ら機関、重巡洋艦、あたごに座城して、最前線で指揮を取り、米新型戦艦二隻に、 夜間水雷戦闘を挑んだが酸素魚雷の自爆により、決定的戦果を上げる機会を逸した。1943年2月上旬、家合作戦で第二艦隊を率いて、米艦隊の建成任務に従事する。4月18日、山本56長官が海軍港事件で戦死した際には、公認の小上根一大将が着任するまで臨時に、連合艦隊の指揮を取った。 同時期には、第4艦隊司令長官、小林人志中将、第6艦隊司令長官、小松照久中将等連名で、内南洋方面の防備強化について、意見不信している。4月29日府で、海軍大将へ進級。1943年8月9日、軍事参議官に捕食。12月1日、死な方面艦隊司令長官に就任。 1945年5月15日、小沢寺三郎中将が海軍総司令長官兼連合艦隊司令長官に着任すると小沢より専人であった近藤は軍事参議官に店舗となった。1945年8月終戦。1953年2月19日死去。井上成美大将は近藤を国評している。横山一郎少将は 非常に消極的な人と評する。小島秀夫少将は、会場経験の少ない方で、積極性はなかったように見えると評する。松田千秋少将は、あの人は、非常に温厚なんだよ。ただ戦に強いかどうかわからんと述べている。奥宮正岳中佐は、戦歴を見る限り我が海軍の第一戦部隊指揮官として、極めて有能であったと評する。 吉田敏夫中佐は、南太平洋海戦の際、指揮下の空母、巡洋を機関とする、第二航空戦隊を機動部隊の指揮下に入るよう、命じて分離し、自らは、水上部隊を率いて敵型へ前進した判断などは、臨機応変に、空母戦力を機動部隊の統一指揮下において、航空船の指揮を容易にし、自らは指揮官戦闘を実践したとし、普段は、 中高等に見えて実は無人らしい気迫を持った人物であると混同を表する。ありがとうございます。